3周年お疲れ様。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったよ。そうだね、うん、じゃあいろいろあったけど、まずとつまちどうだった？とつまち、うん、いや、僕が想像してたよりも来てくれたし、優しかった、うん、なんか、あ、優しい世界だった、僕が思ってたより。そうだね。あの、でも一人目さ、うん、さなちゃんだったんだけどさ、一、うんうん、人目のそのさなちゃんが来るまでの間結構あったよね、うん、怖かったよね。これもしかしてとつまちゼロ人かなってちょっと思ってたけど、まあよかったね。もう止まらなかったね。そう、あ、だからあそこで来てくれて本当によかった、うん、やっぱ一人目ってでも確かに緊張するよな、とつまちって、うん、最初と最後はね。そうだね、うん、いやー、みんな僕のこと褒めてくれたしな、聞いたからだけど。ひなたも褒めてあげたら？え、でも僕もう言ってたでしょ、うん、言ってたよね。でもお互いに両思いだった。確かにね。そうだよね、愛は、うん、なんかさ、そう思ったのが、うんうん、そのまあ、コミュ障じゃん。で、急にあの突して来られてさ、誰が来るか分からない中で急に、はいってなって喋れるのが不安だったの、うんうん、だけどその不安よりもなんか来てくれた嬉しさの方が大きかった。うんうん、だからそのテンションで喋れたっていうのはあるね。うん、うん、で、めっちゃテンション上がってたでしょ。そうだね、うん、いや、本当に止めどなかったからな。いや、本当に嬉しかったね。うん、久しぶりだった人のね。そうだよ、ね、初めて二人で喋った人もいるしね。うん、うん、いや、ありがてえな。いや、すごいありがてえ時間だったね。いや、ありがとうございます、うん、次はあれだね、その後にね、とつまちの後に生演奏とね、歌ってみた。一生見返したくないところだよ。いや、めちゃめちゃよかった。 K もね、今隣にいるんだけど。はい、お邪魔してます。お疲れ様です。いや、ありがとうね、伴奏。緊張しましたね。緊張したね。いや、めっちゃ緊張しましたよ。あの、後から僕、うん、知ったんだけどさ、伴奏、僕、は、ん？抜かしてたんだっけ。キング、え？ど、合わせ、そうなんだっけ。そうね、キングの方。そう、ちょっと、いや、でもあれはちょっと私の伝え方も悪かったですよ。一小節、一応4小節ダメだったら、あ、まだ伴奏ですって言ってくれたよかった。もう歌うんですねって思って、ゆうへい、あ、また伴奏です。ゆうへい、やばいと思って。いや、ね、合わせたってことだよね。いや、さすが。いや、でもね、うん、もう綺麗に綺麗に4小節なくなっただけだった、うん、逆にね。そう、逆にあの、もう絶対ここだと思って歌い出したからね。ここだって感じでしたよね。私もここかもしれなかったね。逆に違和感なかった。うん、うん、いやー、キングとね、あとヒッチコク、キングか、ヒッチコク、ヒッチコクバッタよ。ちょっとそう、うん、あの練習、その2曲をずっとね、うん、歌ってたからしばらくはいいかなって。いや、うん、私もですよ。ちょっと、なんか、なんかそう、曲は好きなんだけど、うん、聞くと、あの、歌ってた、その生放送の、なんか、緊張して、声が、もう、ブルブルしてた、僕を思い出すから、ちょっとね、うん、ちょっと、一旦離れようかなって。燃え尽き症候群ってことですよね。そういうこと、うん、いや、でも、ほんと、二人ともめっちゃ良かったから。いや、あ、あざした。あざしたあざした。あとはコンパス、日向維持杯だね、うん、コットンさんも一緒に。いやー、コットンさん、うん、ねえ、うん、あの、何？コットンさんがまさか芥川を使うとは思わなかったよね。ね、ジャスティス。ジャスティス、と思ったよね、ずっとね。ちょっとあの、まあ、僕たちはいいんじゃないかな。ねえ、てっぺん目指すって約束したしね。約束し、約束果たさないと。あの、EJ 杯でてっぺん見せたしね。あ、見たよな。見たよな。うん。え、見たよな。うん、これがてっぺん
んだからね、僕たちは。目指してこうぜ。目指してこうぜ。そう、もちろんだぜ。オッケーだ。なんか、いやでも ずっと見てたかった、あの試合を。楽しいよね、うん、あれ無限にさ、できちゃうんだよね。無限にやってほしかったですよ。まあまた、イジェハイはね、やりたいよね。うん、結構あの、詰めちゃったからね、その3周年で。うん、ケイもね、一緒にやろう。そうだね、やりたいね。いけるいける。あの、僕、木陰、コットン、VS、ケイ、たまたま。ケイ、たまと3対2でやろうか。そうだ、もっとより AI ってことで大丈夫です。いいね、いいね、なんか、うん、そのもっとなんかやりたいな、いろいろね。そうだね、うん、なんかそのさ、生放送の時にさ、今度はなんか他のゲストさん呼ぶみたいな話してたけど、うんうん、ハヤシピー、来てくれるかなねえ、うん、じゃあよろしく、ハヤシピー。そんな感じなんですか。大丈夫だよ、すべてを許してくれてる、うん、僕は知ってる、フリー素材の、ね、そうそう、あ、よく知ってんね、そうだよ。本当に可愛らしいよね、ハヤシピあ、これディスってるわけとかじゃ、リスペクトオブリスペクトだから。お、めっちゃリスペクトするね。そうだよ。いやでも3周年最後にね、いろいろあと告知もね、告知というか、そうだよ、うん、結構僕も知らないこといっぱいあってよね。まず6時間だな。木陰のね。これ日向もだから。木陰のね。聞いたでしょ。いや僕だからその話知らないもん。だからやろうってゲーム。エアライド、エアライドやるよ。やっちゃうやっちゃう。エアライドはやる。ええ、ケイも、いや、私はそんなね、申し訳ないで、ちょっと大丈夫。申し訳ない、やろうよ。何がやらない方が申し訳ないわ。いやいやいや、何やってんの。6時間ですよね。そうだよ、1時間で見る。漏れるとこ出るよ。決定で、決定で、ね、ケイ決定で、そんな、ケイケイで。あ、でもコンパスでもよくない、それこそ。確かにね、コンパスはちょっとやりたい、うんうんうん、ね、いいね、うん、4月だっけ、4月の末、決まってないね、ま、頭かな、4月頭だっけ、上旬って言った、上旬、上旬、上旬、あった、あった。わかった、問題。オーケー、あとなんだっけ、あ、新書、そうなぁ。ちょ、まだ僕見てないんだけど、うん、ま、着心地がいいって言ってたから、ね、らしいよ、これより。いや、そう、うん、どうだろう、日向がそれをどう感じてるかはちょっと、うん、いや、もうこうやってストレスフリーですよ、これは。いや、でもわかる、薄着ってストレスフリーだよね。見てよ、これ、もうほら、もう着てる感覚ないもん。いや、でもそういう意味じゃなくて、え、どういう意味。一体化してます、ね、でもこれがね、そう、もう肌に溶け込んでんの、うん、むしろ本体なんじゃないかくらい溶け込んでます。本体かな、本体かもしれない。僕は今ここにいない。また、あれ、ひなた戻ってきて、あとケイのデビューもね。ひなたどこ見てるの。そうだね。K のデビューおめでとう、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 デビューするんですね、ねえ。またでも K が来たらね、うん、歌ってみたとかも出せるだろうし。そうだよ、 K は、そうですね、うん、でもちゃんと言ってるか、うん、まあ音楽が好きな、うん、そうそうですね、モー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 で、モー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 だからね。にゃーにゃー、違うよ、にゃーにゃー、違うよ、にゃーにゃ、違うよ、え、にゃーにゃ、違う、いや、違う、くれ、にゃーにゃ、くれ、ちゃー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 、木陰はまだバレてないか、バレてるでしょ、バレてるよ、犬かとは言っとこうか、ひなとは、僕も犬か、いや、猫なんで、え、うん、人間って何、人かか、
哺乳僕哺乳類だから僕哺乳類だからねそうだなそうなんですねそういうそういう感じなんですねじゃあまああとあれだね、うん、K ほんと、うん、ワーワーしてたからね最後ワーワーしてたあのあそう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 、うん、あのちゃんとさそう、うん、あの最後生放送の最後、うん、ちゃんと僕がまとめてやろうかなって思ったのにさ後ろでさあの、ケイとタモがさ、なんか言い合いしてるんだもん閉まるとこも閉まんないよそんなのいや、ねえタマさん出てくれないのかなって思って出てくれないのかなってはいいや、出るよあれ、出てるんですかタマも出るし、うん、ケイも出るそれならねうんだからそれならいいんだね無駄な争いはよしなさい分かる、うんまたごちゃつきましたね同時に喋っちゃったいやまあねちゃんここでももう一回ひなたからね4周年目に向けて、うん、あれなんか他はなかったっけ発表発表終わりビレッジヴァンガードだね、うん、あそっかこれ出てる頃はあれしてるかわかんないけどうんグッズも出たし、うん、こんな感じかうんうんうんえ、4周年目、ね、に抜けての、うん、お言葉をお言葉を言いますはいはいみんな4周年目も賑やかにやっていくからよろしくね見守ってねうんいいかな、なんか言うことあるちょっと木陰からもじゃあちょっとなんでいやちょっと、だって MC やってくれたしさあ、MC ねまあまあ、MC がまあ最後まとめてるのがおっといいかなって思っておっと、じゃあ、ケイじゃあ、ケイ私はちょっと全然まだデビューしてない、うん、で、これからデビューする意気込みをじゃあえ、意気込みですかうんえ、何やってくの私、え、そう、何やるんでしょうかね、うんでも何でもそうですね私まだちょっとゲームとかも下手くそなんで、下手くそですねみんなみたいにちょっとうまく話せるかわかんないですけどゲームはやっていくんだよ、うん、そうですねそうだよ課金します無理のない課金でねうんそうですね大事だね、まあ、僕課金したことないけどねおっとあれ、うん、おっとんおっと本当ですかじゃあ音楽もね頑張っていくっていうことでねそうですねそうだね、うん、まあギターとかも時々ねなんかその、うん、やったり歌、うんうん、で見た評判みたいなのがさ、うん、よかったら出していきたいよね、うん、そうですね僕もちょっとだけねそこにね、うん、やりましょうみんなでやったーやろーぜひぜひうんうんお願いいたしますじゃあ公開下半いやまあ4周年ね、うん、まあちょっと2周年の時にもちょっと言ったんだけど、うんうん、まあみんながおった引きずり出すっていうのもあったけどちょっと日向には、うん、僕日向にはいろいろちょっと何なんか伝えていければなと思っています何をということでまぁ、あ、何よちょっと気になるこれからもねよろしくお願いしますちょっと気になるよろしくお願いしますよろしくねあみんなこんなだけどよろしくねじゃあねバイバイ